いらっしゃいませ。読書書友のライブラリーチャンネルへようこそ。今日はひょんなことからあるゲームに参加することになり、そこから様々なゲームに参加することになってしまったある女子高生の物語をご紹介していきたいと思います。その作品がこちら、地雷グリコ、青崎優吾さんの作品です。あらすじを簡単にご説明いたします。文化祭の出展場所をめぐった戦い、グエン試合に参加することになった井森山と、彼女は生徒会と地雷グリコで勝負を決めることになります。この地雷グリコをはじめとする5つのゲームが表題作になった連作短編小説に本作品はなっています。本書の魅力なんですけれども、この地雷グリコですとか、これの他に4つあるんですが、神経衰弱やじゃんけん、だるまさんが転んだ、ポーカー、いわゆる運の要素が強いゲームたちがあるんですが、これに特殊なルールや設定を加えることによって、知略、戦略、そして相手との駆け引きが必要になるゲームに仕立て上げられているんですね。そしてそれらに、井森大和が参加していくというのが、私の中では一番の魅力だなと思いました。普通のゲーム、じゃんけんとか特に相手が何を出すかなんて3択ですし、もうほぼ運だと思うんですよね。ポーカーだってカード次第だし、神経衰弱も覚えていられるかどうかっていうのもあると思うんですが、ほぼ運ですよね。でもそこにあるものを加えるだけで、こんなにも相手との駆け引きが必要になって、どうやって攻略したらいいのか、どういうルール、どういう言葉をかけることによって相手を油断させていくのかっていうのがすごく面白くってですね、そこら辺を読みながら一緒に考えていく、どういう攻略法があるのか、この言葉で相手はどんな風にして油断しているのかっていうのを読みながら一緒に考えていくのもこの本の魅力の一つだなと思いました。それから主人公の井森山とはゲームにめっぽう強いんですよね。そして彼女に勝負を挑む人たちだってゲームにすごく強いし、キャラクターがすごく濃いんですよ。それぞれ、生徒会の人間もそうですし、この後どんどん出てくる対戦相手のキャラクターもすごく立っていて、ここも面白いなと思いました。私これ最初は全然読むつもりじゃなくって、正直地雷グリコというタイトルと、それからこの表紙でエンタメ小説に最近あんまり読めてなかったっていうのもあって、馴染めないなと思って読まなかったんですけれども、ちょっとミーハーなんですが、この作品ですね、本格ミステリー大賞、日本推理作家協会賞、山本周五郎賞と3冠を達成しておりまして、さらに本屋大賞のノミネート作品でもあったんですね。で、いろんな人がこの本を選んでいるっていうのもあって、読んでみようかなと思って読むことにしました。で、読んだ結果、もっと早く読めばよかったなと思いましたね。かなり面白くって、特殊なゲームの設定もそうですし、そのゲームに対する的の態度とか、いかにこう攻略するかって考えるその様、相手との対話、すべてがエンタメ要素満載で面白かったです。で、この本の魅力他にもあって、そのエンタメとしても楽しめるし、どうやってこれを攻略するのかっていうのを考えるミステリーのような要素も少しあって、攻略していく
様とか、どこが伏線になって勝敗が決するのかっていうのも考えさせられるので、かなりミステリー要素も強いなと思うですよね。だからこそ本格ミステリー大賞を受賞してるんだと思うんですよ。ですので、ミステリー好きの人にもエンタメ好きの人にもおすすめしたい小説だなと思っております。ぜひですね、ちょっと変わったゲームを読んでみたいという方にはおすすめしたいので、読んでほしいなと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからも面白い本の情報や読書に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またコメントや高評価ボタンも励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。